ブルーボタン出てくるマイナー251を例にフレーズを作る材料となるスケールを覚えましょう。 DM7-5G7 ではそれぞれ D6 リアンスケール G ハーモニックマイナーパーフェクトフィクスビロースケールが使えますが、ジャズでは D6 リアンシャープ2スケール G オルタードスケールがよく使われます。実はこの2つのスケールはコードトーンから簡単に導き出すことができるのです。 DM7-5 のコードトーン、G7 のコード D6 リアンシャープ2スケール、G7 のコードトーン。G オルタードスケール。マイナー251練習法、まずはコードトーンの位置を覚える練習から始めましょう。この練習は耳にコード進行の響きを覚え込ませる訓練にもなります。エグザンプル1、ある程度コードトーンの位置を覚えてきたら、今度はコードトーンのルートからではなく、一番近い次のコードのコードトーンから始める練習をします。D の次は G だから、G。コードトーンから始める。
一番近い次のコードのコードトーンから始める練習をします。え？始まってないじゃん。これができるようになったら G7 で先ほどの G オルタードスケールを取り入れて練習しましょう。方法はエグザンプル2と同じです。エグザンプル3、ここまでは一緒ね。あれ G だから、ボルタードスケールの位置が見えてきたら D6 クリアンシャープ2スケールを取り入れた練習をしてください。エグザンプル4。Thank you.